キチャンネル。ガチで選ぶオールスターファン投票、ね、はい、今あのオールスターファン投票が、はい、あの行われてますけども、うん、まあ、いろんな、ね、はい、選手がオールスターに出ますけども、うん、佐々木もなんて言っても、うん、めっちゃ出てますから、はい、5、6、7、9、10、7回ぐらい出てるんで、そんな出てるんですか、はい、オールスターなんで、はい、スターだったんですね。しかも俺はあのフレッシュオールスターと、はい、オールスターのダブル MVP 受賞を目指して頑張った、はい、なかなか2つで取った人いないね。フレッシュオールスター取ってるんですよね。そうそうそう、はい、だからフレッシュと、うん、あの本当のオールスターのダブル受賞って難しいです、はい、だから青木とか取ってるんです。あ、うん、で俺は、はい、惜しかったの。2006年も川上憲伸だからホームラン打って、うん、ダブル受賞惜しかったんだけど負けちゃったんだよ、はい、だから勝てないと MVP もらえないから、うん、だからそれであの受賞を逃して、はい、であれ2000何年も新潟で行われた時も、うん、俺遠野からホームラン打って、はい、行けたんだけども、あの片岡が4安打打って、はい、うん、片岡が MVP で、あ、で俺は優秀選手賞となんか最優秀バッター賞っていうのになっちゃって、はい、うん、ダブル受賞を逃したんだけども、はい、で今回はですね、うん、解説者として佐々木、はい、女性代表として袴田さん、女性代表、はい、でファン代表で先生が、はい、ガチで、うん、あなたが見たいオールスターファン投票に1票を投票します、はい、ガチで、ガチでね、うん、オッケー、うん、はい、誰を選ぶか、はい、オールスターの投票もありますか。じゃあ俺の基準は、はい、もう活躍してるやつ、うん、もう活躍してるやつが俺はオールスター出た方がいいって。俺は選手だからね、はい、選手の立場からすると、うん、見たいとか見たくないとかじゃなくて、はい、あの活躍したやつが行くのがオールスターやと思ってるから、はい、俺はもう基準は活躍してるやつ、うん、じゃあ袴田さんの基準は何ですか。私これだって正解不正解ないからね、うん、私も活躍はしててほしい、うんうん、でも見たい見たいじゃあ先生を。僕はやっぱりファンなんで、やっぱり幼い頃オールスターといえば楽しい、うん、で普段見えないこう派手な格好とか、うん、新庄さんしっかりと思い出があるから、うん、はい、こう、あ、その人が出るんやったら球場に行きたいなと思う人、うん、楽しませてくれそうな人も、うん、まあ、選びたいな、はい、じゃあこの理屈で3人全員が同じ人言ったらそいつすごい、ね、すごいですね、すごいですね、うん、だからピッチャー、リリーフ、抑え、キャッチャー、ファースト、セカンド、サード、ショート、レフト、センター、ライト、DH でセパでやっていい感じですね、うんうん、だからパリーグは、セリーグは DH ないんだよね、うん、パリーグだけ、うん、それでじゃあ全員一緒のやついったらすごいね。すごいですね。じゃあまずはパリーグからいく。じゃあパリーグからいきましょうか。先発ピッチャー。ピッチャー先発ね。はい。もう私はこれは決まってます。いいの？はい。じゃあいくよ。はい。せーのでいきます。うん。あ、いいっす。はい。せーの。佐々木朗希。わー、すごーい。それはもう、佐々木だね。はい。そうですよ。ちょっと現在見てみよう。中間で、パリーグは、はい。それどこに出てる？1位は佐々木朗希。これあの NPB の公式で、はい、6月18日までだからまだあるね。まだあります、ね、今週の日曜日までだね、はい、ピッチャーで佐々木朗希がダントツです。今のところ1位ですか。1位、はい、で2位が山本、3位宮城、うん、ね、だってあのうちの母が、うん、佐々木朗希投手の登板毎試合やっぱ見ちゃうって言ってましたもん。そうなの、はい、それを昨日関西に友達が甲子園であるので行ってましたもん。インスタのストーリーとかも、うん、ローキ見に行くのめっちゃ多かったです。ローキ見に行くですからね、うん、タイガースじゃなくて、うんうん、阪神ファンが、はい、でもどこのファンじゃない母も大谷投手の登板と、うん、佐々木朗希の投手の登板は見るって言ってました。大谷智久、え報道学園、報道学園全国制覇してる、元ロッテの、はい、うん、はい、そっちの大谷じゃない、大谷翔平投手の、うん、朝佐々木誠天才佐々木朗希投手です、はい、じゃあ続いて、はい、リリーフ、リリーフ、うん、リリーフね、リリーフ誰がいいかな、リリーフ、あれこれ抑えてないんでしたっけ、リリーフでしたっけ、リリーフと抑えある、抑えもあるんでしたっけ、うん、せーの、ペルドモ、山上総一郎、ペルドモでしょ、もういい、全国の皆さんペルドモ知らないかもわかんないけど今すごい安定感あんだから。あ、そうですか。フォアボールも出せんし、はい、モイネロ、うん、モイネロ、モイネロ、山崎総一郎、はい、は、女性人気高いですよ、うん、ちなみに1位山崎総一郎、はい、2位モイネロ、うん、ペルドモも5位にも入ってんやんかペルドモの凄さを見た方がいいよ、オールスターでマジですごいんだからペルドモ、うん、おかしいな、
じゃあ続いて、はい、抑え決めました、うん、いいですか。これはあの個人的に行くか、まあ、ちょっと、うん、すごい迷いますよね、うん、いやもう言い訳いらんからいいですか。はい、大丈夫です。せーの、松田正義。田中正義増田やろ。今年の安定感えげつないぞ。それお前、まあ、そりゃそうよ。あの解説者としてもう一番の安定感、セーブ今上げてるのは増田投手、はい、うん、増田なんてお前4位や。9万1000票、松井裕樹3位、1位オスナ、はい、うん、オスナ投手か。でも平野もちょっとギリギリのとこ行ってんだよね、うん、田中正義ちょっと出てくるの遅かったな、はい、もうちょっと早めに出てくるから。確かにジャスティスもやっぱり今年の、うん、はい、こう抑えとしてマスだやろ。4人目の本拠地100セーブです、うん、それすごいですね。確かにマスダでしょ、見たいですよね、うん、もちろん見たくないんか。いや、うん、佐々木朗希見たなっていう。佐々木朗希ペルドもマスダだったらロッテ戦見ときゃ見えるからいいやろみたいな。はい、ママリー行けばいいわ。なんか、これ言ったら炎上って叩かれてる。え、誰だったっけ。田中正義もう全部まっすぐでいってほしい。エスコンフィールド行ったら見えるぞ。いや、違うんですよ。やっぱり全部まっすぐで抑えてほしい。いや、みんなどこ行ってもその本拠地が見られるんですよ。じゃあ次、キャッチャー、はい、キャッチャーかー、キャッチャーかパリーグ、うん、いいですか。はい、せーの、森友哉、マルティネス。あ、でもいい、いいでしょ。いい、まあ、いいよ。もうアリエルね、はい、うん、ガッチャーで出てほしいんですか。はい、まあまあこんな面白いでしょ。はい、そうやな、いないんじゃないですか、オースターキャッチャー出ないと。おらんのちゃうな、確かに。おらんかもしれん、はい、キャッチャーマルティネス、はい、5位入ってへんで。いってないですか、うん、森、はい、私も森選手です、ね、でもこれすごいのがさ、うん、1位も森なんだけど5位若月、オリックスから2人入ってんのすごいよね。本当だ、すごい。何気に。じゃあ続いてファースト。ファースト待って、ファースト、うん、あの選手試合で出る人にしてな。まあ見たかった、まあ見たかったらいいよ。見たかったらいい、全然見たかったら誰でもいい。最近見れないんで、うん、球場行っても、うんうん、じゃあいいですか、ちょっと見ようぜ、はい、うん、せーの、中村晃。中村晃、はい、加藤豪介。加藤、ファースト加藤ちゃうやろっていう。いや、もうファーストじゃないか。トングーやろ、まあ、めっちゃ打って最近首位打者やぞ、ってますよね、トングー、うんうん、横割れるね。割れるっすね。あ、うん、じゃあ次セカンド。待ってセカンド。はい、はい、せーの、加藤豪介。加藤豪介。あ、加藤豪介、そこで入れればいいのか。うん、逆にセカンド、メインセカンドじゃない。そうですね。どこ。私も浅村選手。あ、浅村一応3位入ってる。でもホームラン結構今調子上げてきて、うん、でもホームラン2位とかですよ、一応。そうなの、はい、誰。僕、中村翔吾です。中村翔吾、うん、ちなみに1位、殿崎。俺、殿崎だよ、俺もし加藤豪介じゃなかったら。はい、ちょっと加藤選手も最近ですからね。加藤、そう、最近だから田中正義としてなのよ。そうなの、評価ちょっとね、うん、まだ伸びきれてないよね。ないですね、うん、俺はもうセカンド、加藤豪介。あー、でもそれ、あー、でも確かに見たいっていうのはそうですね。でも見たいは一緒、一塁であろうがセカンドだろうが、ファンも解説者も見たいっていうところ、うん、あ、そうですね、加藤選手、すごいじゃないですか、うんうんうん、確かに。いや、次ちょっと今私も加藤選手すべきかったかな。まだでも浅村選手見たいです。次、はい、サード、うん、いいですか。じゃあ私はでも、サード、私じゃあこの人かな、はい、はい、いいですか、うん、せーの、おかわり君。野村勇輝選手。僕、宗選手、うん、俺、おかわり。あー、めっちゃ打ってたよ。打ってる、うん、いや今年マジで頑張ってる、うん、ちょっと最近低迷してるけど、うんうん、あれ、抹消されて戻ってきたんでしたっけ。まだ戻ってきた、戻ってない、うん、でもまあ出られるから。そうそうそう、うん、いいっすね、ホームラン競争とかも出てほしいっすね、うん、出てほしい、お前はまだいけるよっていう。あ、確かにベテランになってもホームラン競争出てほしいな、うん、他の宗選手がゴンザレスで迷ったんですけど、うん、ちょっと派手なプレーっていうか、うん、それをちょっと期待したいっていう、うん、1位今ね、宗で、2位ね、栗原、はい、うん、3位野村、4位安田、5位牧野、まあ、ちょっと女性ファンとしてはちょっと野村選手あたりのこの若い出てきたサードっていうところでちょっと見たいかなっていう、うん、笑顔がいいですもんね、爽やかいですね、うん、はい、続いて、はい、ショート、せーの、友杉。私はもう源田選手です。あ、源田、うん、最近出てきたばかり。はい、つい最近じゃない。見たいから
エンサイ。俺はもうともすぎ。僕もともすぎです。ちょ頑張ってるから。頑張ってますね。ちょっと出場試合数はね、ちょっと浮上かと出てるから、はい、あれだけど結構頑張ってるから、はい、ショートは、うん、ちょっともすぎ、もういいよな。でももうともあの源田選手戻ってきたってことはオールスター出られますから。あ、そう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 。はい、ちなみに源田1位。はい。さあ、やっぱ WBC 効果かな。やっぱり、やっぱ守備が、いい守備みたいな。ゲータたまらん、うん、はい、奥さんの YouTube もいいんですよ。あ、そうなんだ。はい、たまに声出ししてくれる。へぇー。もうそうくんって言わせてもらいますけど、納豆うどん作ってる奥さんの YouTube なんですけど、ぜひ見てほしい。へぇー。納豆うどん食べたくなるっていう。そうなんだ。江藤さん、うん、ちょっと見てみる。一応実っす。ゆかや。はい。え、3名入れるのですか。3人入れるのですか。1人目があります。はい、1人目ちょっと待って、うん、ガイアね。はい、オッケー、1人目、うん、せーの、万波。万波やろ、うん、今旬は今のこのノリノリな感じ。万ちゃん、うん、うん、一塁側からカメラで絶対見合うからね、うん、ギーターギーターですね、うん、でも今だったら、うん、ホームラン競争ちょっと出てみるって、うん、そうでもあるね、あるね、うん、万波はいいですね、うんうん、今までこう出てるホームラン競争の体格の選手ちょっとまた違うじゃないですか、うん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 、ちょっと新しくて、うん、いいよね、うん、出てほしい。じゃあ2人目、はい、せーの、茶野。エゴシ。あ、俺茶野。私もギータです。あ、そうですか。はい、ギータです。茶野やろ。確かにですね、めっちゃ頑張ってるよ、ね、ルーキー、育成ですよね、うん、新人もあるからね、うん、茶野は。いや、ありますよ、全然ありますよね、うん、先日の中日戦も、うん、ライト抜けたと思ったらファースト投げてるんですよね、うん、で、セーブやったんですけど、村松君のあたり、うん、あの辺もやっぱり野球が高いですね、うん、茶野好き、茶野好き、好き。あれで先生誰？え、アイゴシ選手か。僕エゴシ選手ですね、うん、新天地でこう活躍してるから、うん、まあちょっと台座低いですけど、うん、みたいな一発で。中間さん誰？私ギータです。あ、ギータ、うん、万波ギータです、うん、え、3人目、3人目、3人目誰にしよう。ちょっと待って、これ難しいとこですよね。そう、もう決まってます、うん、これ迷うな。まあ、DH のこともできます、うん、あ、そっか、DH もあるのか、うん、迷うな。はい、はい、いいですか。いや、迷う。はい、いいよ、はい、せーの、ライト。もう見比べた中で佐藤さんが言ったように茶野選手がいいと思いました。誰？矢沢。矢沢、あ、矢沢君マウンドに上がってほしい。一瞬迷った、うん、はい、あ、マウンドにね上がってほしい、うん、最後これが嫌から、うんうん、俺、ライト。おー、守備いいから、守備。あ、ライトゴロ、オールスターで見たいね、俺は、うん、あ、いいですね、うん、ライトゴロ、うん、いや、本当はちょっと辰巳選手とか言いたかったけど、なかなか、うん、じゃあ次、DH。 はい、あ、いいです、うん、せーの、柳田ポランコ、はい、俺も柳田。私も DH でおかわりくんで、うん、まあ、だから俺はこれを投票するわ、はい、今から。ちなみに監督誰なんですか？ん？パリーの監督？中島さん、去年優勝した。去年優勝監督か。あ、選べないんですよ。選べないよ、うん、監督は選べない。選びたいよね、新庄さんが見たいなって。 あ、そっか、じゃあこれでも投票すればいいのか。あ、会員登録しなきゃいけないの。あ、そうなの、うん、じゃあこれ後でするわ、会員登録。試合ちょっと見に行ったら、うん、すぐ入り口とかで終わりますからね。はい、投票します。じゃあ投票、本当にこれを投票します。投票します、はい、はい、